皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。元い美動雲台芸人の成沢博之でございます。美動雲台というのが、こういうポータブル赤道儀を使用した時に使う専用の雲台のことを指します。このポータブル赤道儀を使って重たい機材や望遠の撮影、天体写真を撮影するときはカメラ用の雲台だとガタが出て壊れてしまうので、専用の微動雲台を使ってくださいというお話をしました。それに適合するというか、まあ、今までご紹介したのが、まず一つ目がこちらのビクセンの極軸微動雲台、こちらがまず一つ目、はい、ご紹介しました。それから次にご紹介したのがウィリアムオプティクスというメーカーのですね、極軸微動雲台でございます。このビクセンの極軸微動雲台がね、海外の工場で作ってるんですよ。でこのウィリアムオプティクスの微動雲台もこれ台湾のメーカーなんですね。なのでまあコロナ禍のご時世ですね、よく欠品をするということで、視聴者さんから他にもおすすめの雲台ないでしょうかということを言われておりました。そんな中今日ご紹介したいのがこちらでございます。まさしく微動雲台業界のリーサルウェポンと言っていいんじゃないでしょうか。 K アステックというメーカーの微動雲台でございます。このメーカー国産でございます。日本国内のメーカーさんなんですね、 K アステックさん。これすごくいい雲台なので、K アステックさんの紹介とともにこの微動雲台紹介したと思うんですけど、もう一つ分かってる人だから使える微動雲台というかものがあるんですよ。それがこれです。これが微動雲台の代わりになるんですよ。なので今日はこの2つですね、 XY60 微動雲台とこの何かよくわからない、このパーツについてご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。K アステックさんっていうのは微動雲台とか、あと天体望遠鏡の専用パーツ、全国にある天体望遠鏡の専門店さんで取り扱いのあるメーカーさんです。それが川野さんっていう、すごく、名物おじさんっていうか、業界の有名人の方がいらっしゃいまして、私もねすごい可愛がっていただいてるんですよ。その川野さんが、実際に作業をされて一個一個丁寧に作ってらっしゃいます。このケアステックの XY60 ですけど、実はですね3つのパーツかなが今くっついてる状態でございます。この上のアルカスイズクランプ、これがまた別売りなんですね。あとねこのレバーもね2本、これも別売りになってます。まあこの上にね取り付けられるアルカスイズクランプ、別のやつも取り付けられますよっていうのが、まあ、別売りになってる理由だと思うんですけども、まあ、純正の方がいいかな。このねネジ穴2つでこうロックできるものが、まあ、ベストだと思います。このネジとネジの間がやっぱりアルカスイズクランプによって違ってくるので、合うやつ合わないやつあるんですよ。そういう意味では純正品を購入するのが一番いいんじゃないのかなと思います。はい、だから XY60 本体にこの上のアルカスイズクランプと、あと最後にこうキュッてね、キュッて締めて固定できるこのクランプレバー2つがついている状態がこれですよというのを、間違えないようにしてください。いろいろな極軸微動雲台こうやって紹介してきましたけど、何が違うのかというのをご説明したいと思います。このビクセンの極軸微動雲台、一番こう背が高いですね。はい、背が高いです。赤道儀を、三脚の上に赤道儀を設置する場合っていうのは、ポータブル赤道儀から下の部分を腰って言いますね。で、赤道儀から上の部分を首って言います。で、この首も腰の部分も、基本的には背が低くて低重心なものが好まれます。まあ、そのバランスとか堅牢性とか、風が吹いた時のそのブレーキ方とかね、そういうのが、リスクが少なくなるのが低重心っていうことなんですね。まあ、低重心であれば何でもいいですよっていうわけでもなく、やっぱりそれは用途に限られます。例えばこの、ビクセンの極軸微動雲台、非常に腰高ですね。この3つの中では一番背が高いタイプの微動雲台になりますが、背が高い分角度がこうつけれるんですよ。
なんか真上向けたりとかもできるんですね、赤道儀を。まあそういう、なんていうか、カメラ用雲台的な、役割もできますよっていう話が一つと、それから極軸微動雲台として使用した場合、この上に赤道儀を乗せるわけですから、この角度が北極線の高さになるわけですね。なので、こういうふうに角度がここまでつけれるっていうことは、日本以外の国に行ってポータブル赤道儀を設置するときでも、その角度がつけやすいですよ、グローバルな雲台ですよっていうことなんですね。というわけで、その分腰高になっています。で、このビクセンの微動雲台とは違って、こちらのウィリアムオプティクス製の微動雲台ですが、これも上に向けれないわけじゃないんですけど、上を向けようすると、まあ、このネジがね、干渉したりするんですよね。だからあまり北極圏というか高度の高いところには向いてないですよというものが、こちらになります。さらに背が低いこのケアステックの XY60、 これはですね、基本的には日本国内で使うことを想定したものというか、そんなに日本と北極線の高さが変わらないところで使用するのがいいと思います。で、これもね、真上向けれない向けれないわけじゃないんですけど、やっぱり向き合わせるとこうネジがね、干渉してあんまり上に向かないんですよ。私この間、アメリカ行って撮影旅行ってきたんですけども、アメリカって北緯そんなに日本と変わらなかったんですよ。私が行ったそのユタ州っていうところはね、あんまり北緯が変わらないので、これで全く使用することは問題ございませんでした。今紹介したね、この2つと比べると、この XY60 は低重心で非常に安定してて、ちっちゃいですよね、これね。ちっちゃいです。だから持ち運びもすごく便利だっていうのが特徴になると思います。じゃあこの XY60 実際ちょっとつけてみましょうか。はい、まずは極軸微動雲台をつけていきましょう。こういうふうにね、つけていきます。ここのネジ2本、ここを回すと、こうネジの押し引きで稼働するようになってます。この辺は今までの極軸微動雲台と変わらないですね。で、この今このレバーつけてるんで、ストッパーのレバーつけてるんで、これを緩めてですね、ネジを押し引きすると、今これ左に回ってるの分かります？左に回転します。反対方向に回すと右に動いてますね。で、これ両方のネジ、使ってるのは、ここのね、ここの部分を見ていただければ分かると思うんですが、このネジとネジがこう押し付け合うことで固定できるようになってます。だからどっちかが締めると、どっちかを緩めなきゃいけない。そうすることで、こう微調整が効くっていうことです。で、同じくここの、ネジを押し引きすると、今度は上下ですね、上に向いたり下に向いたりっていうことができます。極軸合わせをしてこの辺でいいなと思ったら、このクランプレバーをこう締めれば、固定ができるということですね。で、今ですね、この雲台のちょうどいい例だな、この雲台のこの部分の水準器ついてるんですけど、ここにね、今干渉しました。ここ引っ張るとね、こういうふうに引っ張ると角度を変えることができます、ね、で、これで増し締めができますよってことですね。はい、基本的な使い方はこれだけになります。で、この上に赤道儀を乗せていきましょうか。まあ、ポラリエ U を乗せます。ポラリエ U はここがアルカスイス仕様になっていますので、ここがストッパーになってますので、まあ、これを緩めると、このアルカスイスのストッパー部分がこう動きます。で、ここにこういうふうにポラリエ U を差し込みまして、そして回していくと、はい、そうするとしっかりと固定ができましたですね。あとはまあ、この上にカメラを乗せていけばいいですよっていうことですね。低重心だし、ちっちゃいので、まあ、コンパクトで持ち運びが良くて、しかもめちゃめちゃ丈夫なんですよね。すごいがっちり止まるから、やっぱりその今まで紹介した微動雲台と同じく非常に安定感が抜群でございます。微調整をする時のこの動きもすごくスムーズだし、使いやすいですよね、やっぱね。XY60 の紹介は、まあ、ここまでになっちゃうんですけど、今日もう一個紹介したいんですよ。最初に言ったこれね、これ不思議でしょ。これは何かというと、35度だよね、35度の角度がついているってやつなんですよ。
これちょっと使い方をご説明したいと思います。さっきのこの別売りのアルカスイスクランプと組み合わせて使います。これね、商品名忘れました、すいません。これからこの動画ではちょっと35度の台座って呼びますけど、ちゃんと商品名出しておきますから、すいませんね川野さんこの台座にですね、この、アルカスイスクランプを同じくこういう風に、装着していきましょう。まあ、これも市販のやつでつけれるんですけど、やっぱりネジ穴の大きさとかね、こうネジ2本止めで止めるとここがね、カチッと止まるから、ネジ1本だとどうしてもね、ぐるんと回転しちゃうんですよね。それが危ないんでね。はい、こういう状態になります。この上にこいつをつけまして、はい、この上にこいつをつけまして、この上にもう分かりますよね、こうやってねポラリーを乗っけていくと。角度の調整はこっちの方、こういうね、こういう別の機器でやりますよっていう人向けのやつですね。日本国内で撮影すると、まあ、例えば東京から福岡ぐらいの、その横のラインで撮影する場合っていうのは、まあ、基本的にはその34度35度の北緯の圏内なので、この最初から、この角度のついてるやつを使って水平取れば大体そのぐらいになりますよねっていうことなんですよ。あとは微調整は、まあ、ちょびっとやってくださいみたいな感じですね。こういうやつで、はい、やってくださいっていう感じです。だから本当に、赤道儀の扱いが分かってる人というか、ちょっと機材をコンパクト化したいという方には、このパーツはすごく良いと思います。まあ、こういうですね、アイディア商品ですよね、いわゆるアイディア商品を出している、K アステックさんのホームページ、一応リンク貼っときます。共栄産業さんやテモハウス富田さん、をはじめとする天体望遠鏡の専門店でもお買い求めいただけますし、あとは K アステックのダイレクトショップですねに注文することもできます。ケアステックさんのダイレクトショップの場合は、普通のネットショップみたいにポチッとするような感じじゃなくて、メールをして買い物するような感じだったと思います。で、川野さん自身は、まあ、最初に言った通り一人でやってらっしゃいます。一人でいろんなものを作ってらっしゃいますので、欠品する時もあるんですが、こっちの海外での工場で作っている海外のメーカーの商品と比べると、日本で国産で作ってる分、まだそのなんか回転というかね、入荷状況も安定すると思いますし、何よりその日本の職人さんが作っているっていうね、そういう安心感はすごいですね。この XY60 はね、ほんとね、ちっちゃくてコンパクトで丈夫で、まあ、申し分ないですよ、ほんと。はい、というわけで、今日は以上になります。極熟微動運動業界のリーサルウェポン K アステックの XY60 と、あとこの、35度の台座の紹介でございました。皆さんもぜひですね、この K アステックさんの、いろいろなパーツ、本当に手なんかかゆいところに手の届くものをたくさん作ってらっしゃいますので、これを使ってですね、ぜひとも星空の写真撮影ライフを楽しんでください。それでは今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。